です。今日は私は秋葉原におります。秋葉原に私がいるということはですね、一番くじを引きに行ったということになります。秋葉原おはようございます。今日も私を出迎えてくれてありがとう私が一番くじを引きに行くときは晴天なことが多い気がする。でね、今日引いてく一番くじなんだけど、リゼロになります。結構豪華よね。豪華よ。今回はもう引きに行かないわけには絶対行かないでしょっていう出迎え方をされてます今回はだってもうあのね、まあ、言うと A 賞がでっかい胸像のフィギュアになります。これはね、リゼロは前もレムちゃんで胸像のフィギュアとか出てたね。うん。で、今回はエキドナになります。あ、そう、目が、なんて言うんだろう、特殊な行動をされていて、なんかね、こっち向いても追いかけるのよ。ほうほうほう。っていうフィギュアです。いわゆる、なんて言うのかな、人っぽさが出てますよね。だからロマンじゃない、ある意味。フィギュアが。なんかすごいドキュメンタリーみたいじゃないか。なんとかだよねみたいな感じになってない？なんかこの話し方、秋葉原に来たんだよね。666、これは悪魔の数字だよね。ちょっと縁起でもないじゃん、マジでやめてよ。じゃあ今回はそういうのマジで引きに来た。はい、まあまあそんな感じで、とりあえずね、エースが追いかけてくるエキドナちゃんです。で、メグちゃんとベアコちゃんのフィギュアもしかもあるんですよ。これもまた可愛いんだよね。可愛いよね。いやいや、いやさ可愛いよねなんとかだよね。ちょっと引っ張られてない？大丈夫いや、なんか今ちょっと頭が抜けないやけど、気を取り直して、はい。でさ、今回のさ、はい、ラストワンショーがさ、はい、結構さ、可愛かったんだよね。あ、気づいた。今回のね、ラストワンショー、なんとね、獣耳なんですよ、獣耳。実はね、私今回、もし、ラストワンショーじゃなければ、私はね、この獣耳のフィギュアはね、かなり欲しくて、やっぱさ、獣耳ってさ、めちゃくちゃロマンがあるじゃないですか、獣耳って。あるね、いろんなパターンがあるよね。うん、いろんなパターンがあるよ。例えば猫だったりとか、あとキツネだったりとか、ウサギもいるしね。ウサギもいる。あとオオカミとかもいるじゃん。だからさ、まあ要は可愛いでしょ。だってウサギとかさ、猫とか犬とか、もう大体の人がもう可愛いと思ってやっぱめてるじゃないですか。で、二次元のキャラクターとかも、なんかもちろん耳とかもともとついてないけど、めっちゃ可愛いと思うじゃないですか。その可愛いと可愛いがガーンって合体してるわけですよ。だからもう可愛いが2倍になってるのね。うん、だからそういう意味でやっぱり獣耳系のものはロマンがあるってわけですよ。なので今回はラストワンショーのエキゾナちゃんが、まあ、正直一番狙いなんだよね。でもね、ラストワンだとね、ちょっとね、難しいよね。まあね、ラストワンショーはそう簡単にはいけませんのでね、難しい。なので A 賞のエキゾナちゃんかレムちゃんフィギュア狙いで今回はちょっと頑張っていきたいと思います。どうなることやら。どうなることやら。じゃあ、まあそんな感じでお店早速探して行ってきたいと思います。じゃあ行ってきます。頑張ってください。はい。はい、帰ってきました。ただいま。はい、じゃあね、今からやっと開封していきます。めちゃくちゃ楽しみよ、これは。いや、正直さ、当たるとは思わなかったって言ったらさ、違うし、言っちゃいかんかもしれんけれども、まあ、まさか当たるとはっていう感じはあります。はい、じゃーんこちらです。 A 賞のエキドナがマジ当たりました。はい、こちらね。はい、こちらこんな感じですよ。いや、っていうのもさ、この一番くじの前に引いた一番くじが狙いのものが10
100回の宇宙に出たんですよ。だからそこで結構運をさ使い果たすって言ったらあれかもしれんけど、その後になかなかこう引けないっていうことはもう過去の経験上あるの。だからうわ今回どうかなみたいな感じでちょっと心配だったんですよ、正直なところね。引きたかったけどちょっと自信がなかったみたいな。まあそう、実は自信がなかった。うわでしかもね、今回のくじさ900円だからさ、あもし出荷で出なかったらどうしようって思い回りつつね、出てくれたんですよ。もう可愛くてしょうがないわ、ありがとう来てくれてっていう感じの、まあ、生き物ちゃんなんですね。はい、じゃあとりあえず開けていきましょう。じゃあ行きます。じゃじゃじゃーん、重っ、じゃんじゃじゃーん、でっか、マジでかいねこれね。え、どうよ、なんかさ、もはやさ、これフィギュアっていうか人形じゃない？あら、ドール。そう、っていう表現の方が合うかもね。そうだよね、ドールって言われた方がなんか合う。だってさ、ドールとかってさ、目がさ、あの特徴的じゃん、なんかカスタムできたりとかするじゃん。それにちょっと近いもの感じるよね。あ、ほら、追っかけてくるやろ。ほら。ほら、これよ。これはね、奥行きを出してるからどうやらなんか追いかけてくるように見えるらしいよ。よし、じゃあもうとりあえず今日はお腹いっぱいです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで今回、はい、あれですよね、ラストワンが本当は一番狙いだったっていう感じですよね。そうなんだけど、私は今日見て回った時はやっぱり無理でしたね、うん、ラストワンは厳しかった。結構回りましたもんね、あれからね。結構回って、なんならちょっとこう長めに滞在もして、何回か見に行ってっていうのをやったもんね。だったら、今回はですけど、はいはいはい。ラストワン賞が本当は欲しかったと。で、A 賞のエキドナが当たったと。これって、ちょっとなんか運命なんじゃないかなと思って、やっちゃえばいいんじゃないっていう。あ、ラストワン風にするってこと？そう。あ、なるほどね。ラストワン風っていうか、うん、その、まあラストワン風にするだけだと、ちょっと同じだから、面白みに欠けるかなと思って、ちょっと、その別の手も耳かというか、獣人化みたいな。それはいいんじゃんね。なるほど、やってみたら良いんじゃないかって思って。なるほどね、なるほどね、あーなるほどね。だからまとめると、はいはいはい、激怒な獣人化しました、うん、あーやってみたみたいな感じで、うん、そのできれば面白いんじゃないかなと思ったんですけど、どう？いや、めちゃくちゃいいと思う。あ、でもそれいいね。だから逆に言えばっていうか、なんだろう、あのさ、もう自分でやっちゃうのならば、それこそ自分の好きな耳にできるってことでしょ。そういうことよね。だってさ、猫耳が好きな人もいれば、ウサ耳が好きな人とかもおるやろ。で、猫耳とかの中でも何色の猫がいいとかあるやろ。多分黒猫フェチとか入り表、入り表山猫、入り表山猫かもしれない。ちょっと入り表山猫はちょっとやばいです、さすがに。さすがにそれは分かりづらい。それはコアラとかクマかもしれない。クマもね。うん、ちょっと待ってね。ちょっと悩ませてよ。ちょっと待ってね。結構真剣に考えるから、ちょっと。決めました。はい。はい。タイガーにします。おー、トラ。なるほどね。トラ年だからね、今年はね。って思うじゃん。それだけじゃない、しかも。なるほど。ホワイトタイガーにします。ほう。とりあえず説明すれば。まずじゃあ一つ目ね。一個目のトラにした理由。まあ、これは、まあ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 、マサさんでも思いつくわ。トラ年。ちょっと上からな感じよ。いや、トラ年だからでしょ。はいはいはい、トラ年だからってことよ、一個は。まあ、確かに確かにそう、はい、で、もう一個は、あのさ、色が絶対に合うの、わかる。だからホワイトタイガーって、やっぱホワイトと、やっぱ黒の耳じゃないですか。だから、このエキドナの雰囲気をきっと壊さないはず。だから、色彩的にも合うんじゃないかっていうところね。あとはやっぱホワイトタイガーって私のイメージなんだけど、品のあるイメージがあるのね、私の中では。なんかさ、お金持ちの人とか買ってそうじゃん。いや、まあ偏見よ。偏見やし、なんかよほど人口は少ないと思うけど、そんな人会ったこともないですけど、実際リアルでは。だけど、あの、まあまあ雰囲気的にすごく合うんじゃないかっていう感じが私はしてます。今思いついたの、ひらめいたって感じ。だから私は今回、ホワイトタイガーの毛も耳をもう自分でつけちゃいたいと思います。ラストアンシャー無理やったので。じゃあ行ってきますか。コネコネしてシュッシュシュ。コネコネシュッシュシュ。何なんかいいやつが思いつかず。ちょっとやっていきたいと思いますね。はい、お願いします。じゃあシュシュシュもうダメだ。はい、じゃあ早速始めていきます。うん、今回はここだね。こことここに耳をまず作ってきます。うん、
で今回作っていくねための粘土はこちらです。これとこれの粘土を混ぜたら硬化が始まる、まあ、固まり始めるみたいな感じの粘土なんですね。多分なこれぐらいで足りるんじゃないかなって思ってるんだけど、どうだろう。まあそこはやりながら調整していきます。じゃあやっていきます。まあ大体これぐらいの形なんじゃない、大体これぐらいの大きさにしようかなって思ってます。でね、あのね、私は今回虎耳っぽくしたいから、まあなんていうかな、もうめちゃくちゃリアルにはしません。いわゆるなんか、まあ多少イラスト風というのかな、だから多少デフォルメが効いててもいいかなっていう感じで思ってるので、とはいえ特徴を抑えたいからね、先端の部分はこうツーンってとんがってるんじゃなく、なんか若干こう丸いみたいな感じにしたいんですね。だそこがとりあえずポイントかな。はい、大まかなね配置とかはこんな感じじゃないかな。ラストアンショーの私画像だけちょっと見たんだけど、ラストアンショーのやつ多分 もうちょっと後ろについてると思うんだけど、ちょっとまあまあこのヘアピンの関係上若干前につけます。まあでも別に問題ないかなって感じなので、まあ決まりはないと思うのでそっちでいこうかなと思います。でここからちょっと形をねもっとちゃんと作っていきますね。はいはいはい、やっていきます。でもすでに可愛くない、すでにこれどうです、すでにもう可愛い感じになってきてます。はい、あんまり丁寧ではないんだけど、耳の中の毛もねちょっと毛束出してきます。なんとなくそれっぽい感じになればいいかなみたいな感じで、ちょっと形はいろいろあんまりね決めれてないんだけど、ちょっとこう毛束感も大きく出してきます。はい、今こういう感じで右耳かな、雪の中から見て右耳の中の毛のふさふさの塊みたいなのつけました。次こっちの左耳もつけてきます。ギュッとつける、もうモリモリつけてきます。はい、条件の部分がねできました。うん、やすったのでちょっとツルツルしてます。完璧じゃないけど、まあまあ今回はこれぐらいでまあ大丈夫かなってぐらいかな。でね、作ってる時に今回も後付けじゃなくてもうここでそのまま作っていったので、こことかに塗装剥げがさらにできちゃったから、まあもともとある塗装剥げとかも正直あったんで、まあそこも含めて色若干修正して耳の塗装もしていきます。じゃあやってきます。髪の毛に塗装剥げとかがちょっとあったので若干修正します。ついでになってきましたので乾燥をしたらこのテープ剥がします。はい、完成いたしました。見ます、どんな感じですか。じゃあここに隠れておりますので早速出しますね。じゃあいきますね。じゃじゃじゃーん、こちらになります。完成いたしました。一言だけあのもう一回まとめますと、こちらは2022年ということで虎年なので毛も耳を虎にしました。で、なるほどね、ただの虎ではなくってホワイトタイガーにしました。理由は生き花カラーだからですっていう感じです。はい、なるほど、いろいろ模様も入れてんのね。入れました入れました。なんかねもっと入れてもどうしようかなとか、もしくはその入れないパターンもあるかなとか思ったんだけど、まあそうだね、アクセントになるぐらいの感じで入れましたね。この目の下のところのさ、なんか線みたいなやつめっちゃ可愛いわ、うん、あ、可愛い。これもね、うん、一応取れるようにしたの実は、うんうん、うんうんうん、でも可愛いでしょ。それはアクセントポイントみたいな感じですごい可愛いわ。そう、あえて入れましたね、うん、せっかくやるからってことで、皆さんにはもっとじっくり見せたいので今から撮影をしたいと思います。じゃあ行ってくるね。はい、全体なんだけれどもまずこんな感じです。はいはいはい、今回私がやったところはここですね。この耳をつけました、つけて塗りました。こんな感じ、ちょっとアップで見てみましょう。こういう感じで中から毛ももふって出てるような感じにねしました。で後ろを見るとこんな感じかな、こういう感じでね。こうやって見るとわかると思うんですけど、ここもねちょっと模様をねつけましたね。ホワイトタイガーなので、なんだろう、虎の模様をちょっと連想させるような感じをつけてみたの。うん、
で、せっかくだからここの目の下のところもつけちゃった。で、これはね、実はね、ここに関して落とせる塗料で描いたので、まあもしあれだなと思ったら消すこともできる。はい、じゃあこれを並べます。フィギュアケースに入るかな、これ。はい、今回はね、ここの中のここに飾りたいと思います。ここね、ここ、はい。今ね、実はね、ここに簡易的なんだけれども、至急ね、リゼロコーナーを作りました。ここに置きたいと思います。よいしょ、じゃじゃじゃん、はーい、じゃじゃじゃーん、こういう感じ。あ、いいんじゃない。ちなみにね、ここにほら見て、アクスターがあるでしょ。あとチョコノコフィギュア、これはね、今回のこのくじで引き当てたやつね、解消のやつなんだけど、こっち、これ全部実は飾ってなくって、この開封はね、 MA 日和っていうサブチャンの方で開封動画載せるので、よかったらみんなそちらの方も登録して待っててください。はい、どう？これちなみに昔塗ったレムちゃんのバニーバージョン二次元塗装、これもね、動画出てるので気になった方は見てね。これ思ったんだけどさ、後ろにさ、ほらバニーガールのレムちゃんがちょうどいるからさ、これなんだろう、耳つながりで、なんか逆に統一感あってよかったんじゃない、やっぱ帰ってみたいな感じ。でもあれですね、やっぱりさ、今回のやつさ、こうやって見ても思うけどさ、やっぱりこう狙い通り、この駅殿の色合いに合ったさ、ホワイトタイガーの耳やからさ、なんか全然違和感ないですね。よかったよかった、めっちゃ楽しかったわ。Twitter の方には私、画像の方はしっかり撮って載せるので、気になった方はね、 Twitter も覗いてみてください。今回撮影に行った時とかのプライベート的な写真はインスタの方にポストするので、よかったらね、みんなインスタの方も遊びに来てね。じゃあ今回はこんな動画になりました。皆さんよかったらチャンネル登録、高評価していただいて、またね、次の動画をね、待っていただいたら嬉しいです。はーい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ビューン。